平野紫耀の流星と対照的な衝撃。木村拓也、相葉正樹、桜井翔の南極。時代の波は容赦ない。一度看板となったタレントたちも、新しい顔への注目が途絶えれば、瞬く間に過去の栄光に沈んでいく。それが芸能界の厳しい現実だ。平野紫耀、その名前は今や街中で耳にすることさえ珍しくない。彼の快進撃はまるで竜巻のように押し寄せ、トップを駆け抜けている。 滝沢秀明氏の会社、トべに移籍後、平野は次々と企業や商品のイメージキャラクターに起用され、その輝きは止まることを知らない。だが一方で、木村拓也、相葉雅樹、桜井翔など、かつてジャニーズ事務所の看板を背負っていたタレントたちは今、苦境に立たされている。CM の数は減り、過去の栄光が薄れつつある。平野の躍進に対して、木村たちの存在感は薄れつつある。しかし、 これは単なる時代の変化だけではない。かつての木村拓也が若手に変わり果てるとは誰も予想していなかった。それほど彼の存在は強力だった。平野耀の活躍は多くの人々にインスピレーションを与えている。彼は常に新たな挑戦をし、自らを更新し続けることで常に注目を浴びている。これは何か新しいことを始める勇気と常に前進し続ける意志の表ああれだ。 しかし、木村や相葉、桜井たちも決して諦めてはいない。彼らは新たな挑戦を模索し、自らの可能性を追求している。その努力と情熱を軽視することはできない。時代の流れは容赦ないが、それは新たなチャンスを生み出すこともある。平野が今後も勢いを保ち続けることは間違いないだろうが、木村や相葉、桜井たちも決して見逃せない存在であり続けるだろう。 そう、芸能界は常に新たな才能を求めている。しかし、歴史を刻んできたものたちの輝きは決して消えることはない。それは時代の証であり、新たなる夜明けへの前触れでもある。今後、STARTO エンターテインメントがどのような展開を見せるのか、そして彼らが平野の勢いにどれだけ対抗できるのか、これからの展開に注目が集まる。そして、私たち一般人にも示された教訓がある。 若さだけが全てではない。経験と情熱、そして挑戦する姿勢こそが、真の成功への鍵なのだ。果たして、木村たちの再起はあるのか平野潮君が40代や50代でも同じように注目される日が来るのかそれは今後の展開次第である。時代の変化について考えると、新旧のタレント間での比較は避けられません。平野潮のような若手が勢いを増す一方で、木村拓哉や相葉正樹。 桜井翔などのベテランたちは苦戦しています。この状況は、単に新旧の対比にとどまらず、芸能界がいかに早く変化しているかを物語っています。平野の成功は、彼の個性と才能だけでなく、彼が所属する事務所やスポンサー企業の力も背景にあります。彼は新しいプロジェクトやブランドとのコラボレーションに積極的に取り組み、常に新しい挑戦をし続けています。 これは彼が単なるタレントではなく、ブランドの顔としての役割を果たしていることを示しています。一方で、木村や相葉、桜井らの苦戦は、単に年齢や時代の流れだけでなく、彼らが置かれた環境の変化も関係しています。過去にはジャニーズ事務所の看板タレントとして多くの CM や広告に出演していましたが、近年はその数が減少しています。これは芸能界全体の変化に加えて、 個々の問題や不祥事も影響しています。さらに、木村や相葉、桜井たちが直面しているのは、若手タレントの台頭だけでなく、他の業界や分野からの競争もあります。広告業界では、若手俳優やモデルだけでなく、ユースーバーや SNS インフルエンサーなども広告主の注目を集めています。これにより、木村や相葉、桜井たちが持つ影響力や需要が相対的に低下しているのかもしれません。しかし、 それでも木村や相葉、桜井らの存在は決して無視できません。彼らは長年にわたって多くのファンを魅了し、数々の作品や活動で成功を収めてきました。彼らの経験と実績は、若手だけでは補えないものです。こうした状況を踏まえると、STARTO エンターテインメントが本格的に活動を始める際には、新旧のタレントをどのようにバランスよく組み合わせていくかが注目されます。 若手の勢いとベテランの経験をうまく組み合わせることが成功への鍵となるでしょう。最後に、私たち一般人もこの状況から多くの教訓を得ることができます。若さや新しさだけでなく、経験や実績、そして挑戦する姿勢が重要だということを忘れてはいけません。時代の変化に柔軟に対応し、常に前向きな姿勢で臨むことが成功への道を切り開く鍵となるでしょう。 それでは、皆さんにもぜひ考えていただきたいです。新旧のタレント間での対比について、どのような考えをお持ちでしょうかまた、若手とベテランが共存する芸能界の未来について、どのような展望を持っていますか